い、皆さんこんにちは。N フラワー代表フラワーアーティストシンです。今日はこちらのモンステラを半面をカットしてフラワーアレンジに入れ込む方法を皆さんに教えます。この方法を覚えるとですね、かなりこうモンステラとか大きい葉っぱを使うテクニックっていうのが身について、アレンジメントの幅が広がりますね。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、今日はこちらの器にアレンジをしていきます。では早速いってみましょう。はい、では始めていきます。まずはこのストレッチャーを刺していきます。このストレッチャーを刺していくときなんですけれども、まあ、ストレッチャーと言っても、まあ、僕がいつもお話しするように同じ規格の同じお花でも一本一本全然お花は顔が違います。例えば今回このストレッチャーとこのストレッチャー同じ規格ですね。ただこっちのストレッチャーまっすぐじゃないですか。こっちのストレッチャーこうちょっと曲がってんの分かります？こういう個性が強いストレッチャーは上により上にこう長く出してあげるとより個性的で素敵なアレンジメントが出来上がります。なのでこういうね個性がある子はちょっと重宝なんで、ぜひねそのあたりをまず最初に見分けていただきたいと思います。ではアレンジしていきます。次にさっきのこの子ですね。でその前にこのストレッチャーっていうのは方向性のあるお花です。僕はたまにこの中でお話しするんですけれども、方向性のあるお花っていうのは、まあ、この向きですね。明らかにこのストレッチャーはこっち向いてるじゃないですか。力がこっちに向いてますね。こっちではないんですよね。要するにこのように方向性の見極められる見極めが強いお花っていうのは方向性のあるお花と呼びます。こういうお花の場合はその方向性を無視してアレンジしてしまうと、もうただもうなんだろう、バランスの悪いチグハグなアレンジになってしまいますので注意してください。はい、では次のストレッチャーを刺していきます。はい、2本目もこう同じ方向性で刺しました。そしたら今度この3本目ですね。この子は同じ方向性でいくパターンもありますが、返します。力を返します。はい、ここで先ほどのモンステラですね。モンステラを入れます。ただこのまんまこうバサッと入れてしまうのでは方向性が出ません。なので今回はこの半面をカットします。はい、このような状態です。そしてアレンジに入れ込んでいきます。はい、次もう一枚のねモンステラもちょっと形を変えます。今度ここの先端もカットします。もうちょっとちっちゃくします。このシンピジウムを入れます。ここで少しこのレザーリーフファンでファンデーションワークをします。こちらのちょっとサーモンピンクというか茶色というか、まあその系統の薄いオレンジっていう人もいますかね、ファンデーションを入れていきます。次にここでこの色のガーベラを入れます。ガーベラはインソーションをしていきます。でガーベラインソーションの方法は N フラワーの会員サイトの方をご覧ください。
そしたらここでですね、最後にこの桔梗欄で動きを出していきます。桔梗欄はもうすべて1枚ずつにして、パーツにしていきます。そして桔梗欄もこのように溜めて、形を整えて刺していきます。溜める方法は N フラワーの会員サイトをご覧ください。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。今日はですね、モンステラのこのカフとして入れ込む方法とストレッチアの方向性が、重要な2つのポイントだったと思います。モンステラカットしなければこのアレンジにはもう到底入るような大きさではありませんし、カットすることによってデザインの可能性っていうのはね、すごくモンステラが広がりますので、ぜひ皆様もこう加工してみて、いろいろとね使ってみてください。こう広くねベッドを使って、あとは裏返し使うとか、そういうだけがモンステラの使い方ではないので、こういうカットをしたりとか丸めたりとか、そういうことをすることによって、もっともっと使えるものに変化します。なのでぜひ変化させて使ってあげてください。ではですね、また次回お会いしましょう。 See you next time. Thank you.